魔法の国エクエストリアの昔々のお話。ユニコーンの姉妹が力を合わせてエクエストリアを治めていました。姉は魔法を使って太陽を空に昇らせて昼を作り、そして妹は月を運んで夜を作りました。こうして姉妹は王国に暮らすポニーたちのために仲良く仕事を分け合っていたのです。けれどいつしか妹は寂しくなってしまいました。昼間ポニーたちは仲良く楽しく遊ぶのに、夜はみんな寝てしまうからです。ある日、妹は月を沈めることを嫌がりました。姉は言い聞かせますが、意地悪な心を持つようになった妹は悪いポニーナイトメアムーンに変身してしまったのです。夜の国にしてやると妹は言いました。そこで姉はポニーの国で一番強い魔法を使いました。それはエレメントオブハーモニー。こうして姉はその魔法で妹を月の中に封印したのです。そして姉は太陽と月の両方を受け持つようになり、この国ではそれからずっと平和が続いているのです。エレメントオブハーモニー、聞いたことがある魔法ね。どこでだっけ。だからハイハイハイ、幸せがきっとハイハイハイ、歌い出す輝いてるこの季節に胸が踊るの。止まらないドキドキは始まりの合図。さりげなく見つめたら耳が熱くなるのよ。初めてのワクワクに戸惑いのメロディ、私から声かけるチャンスが欲しくて。放課後の昼下がり、ふとした偶然があなたと私の未来を変える。教えてねえ、教えて。そんなハイハイハイ、幸せに西のお城でパーティーを開くんだって。来ない？ああ、ごめんね、私勉強しないといけないの。はあ、あの子って他に興味ないのかしら。きっと友達より本の方が好きなのよ。エレメントオブハーモニー、絶対にどこかで。そこにいたの。違う、どれも違う。スパイク、ここにあったよ。ああ、はあ、エレメント、あった。エレメントオブハーモニー、月のポニーを見よう。月のポニー？それっておとぎ話じゃない？月、あった！月のポニー。ポニーの古い伝説？悪くて強いポニーがエレメントオブハーモニーの魔法に負けて月に封印された。しかし千年後の夏至の日にそのポニーは封印を破り、ついに夜の国を作り出す？スパイク、ねえこの意味わかる？全然。うわプリンセスへの手紙、お願いね。あいよー、オッケー。背景プリンセス、魔法の勉強していたらすごいことを発見しました。この国に危機が迫っています。待って、耳が
まって。キキがよ。ヒーヒーが。キーキーが。お。悪いことが起きようとしています。なぜなら、月のポニーはあのナイトメアムーンでした。彼女は復活して夜の国を作る気です。そうなってしまわないように早く何とかしないと。お返事待ってます。あなたの弟子トワイライトスパークル。トワイライトスパークルできた。よろしい、出して。すぐ？もちろん。でもいいのかな。プリンセスセレスティアは夏至のお祭りの準備中だよ。確かお祭りは明後日だ。だから急いでるの。明後日は千年目の夏至のお祭りの日だから、プリンセスに今すぐ伝えるべきでしょ。べきでしょ。さっさと送るの。オッケー、わかったよ。ほら行ってこい。でも返事来るのかな。大丈夫よスパイク、心配なんていらないわ。プリンセスは私の言うことならいつだって信じてくれるから。ほら、私の言った通りでしょ。良い子のトワイライトスパークルへ。勉強熱心なあなたを私はとても信頼しています。でも本ばかり読んでいてはいけませんよ。トワイライトスパークル、勉強よりも大切なことがあります。そこであなたにお祭りの準備の監督を任せます。今年のお祭りの会場はポニービルです。そしてもう一つあなたにしてほしいことがあります。それは友達を作ること。うん、悪くないじゃない。図書館に住めるって言うし、嬉しいでしょ。だね、嬉しい。私にぴったりだもの。さっさとお祭りの準備は終わらせて、ナイトメアムーンのことをもっと調べなきゃ。友達はどうするの？プリンセスに言われたろ。お祭りの準備が先よ。言いつけは守りたいけれど、今は友達を作っている暇なんてないの。ポニービルのポニーたちだ。ちょっと話しかけてみようよ。大丈夫、簡単だって。ああ、こんにちは。ほんと簡単ね。ふぅ。夏至のお祭り、監督用チェックリスト。その1、ごちそうの準備、スイートアップル農園。イエーイ。さっさと終わらせようと。こんにちは、私はトワイライトスパークル。ヤッホー、よろしくね。会えて嬉しいよ。私アップルジャック。こうして会ったからには私たちもう友達だね。友達？そんなつもりで来たんじゃ。それで用事は何だい？私たちは夏至のお祭りの準備をチェックしに来たの。ごちそう係でしょ。ピンポン、大当たり。味見してみる？そうね、ちょっとだけならいいわ。みんな、ご飯ができたよ。じゃあ、私の家族を紹介してあげる。ごめん、もう行かなきゃ。この子はアップルフリッター、アップルバンプキン、レッドガラ、レッドデリシャス、ゴールデンデリシャス、キャラメルアップル、アップルストローデル、アップルタルト、ベイクドアップル、アップルブリオッシュ、アップルシナモンクリスプ、ミクマキントッシュ、アップルブルーム、そしてグラニースミス。起きてグラニースミス、お客さんだよ。もうご飯かい。はいはい、今行くよ。みんな、ほら、新しい家族ができたよ。それじゃあごちそうはバッチリみたいだから、私たちもう帰らないと。お昼食べてかないの？ごめんね、私今とっても忙しいの。食べてこ。ごちそうはバッチリと。次はお天気だね。
パイを食べ過ぎちゃった。レインボーダッシュっていう空を掃除するペガサスがいるはず。いないわよ。サボってるんじゃない？あー、大丈夫。待ってて。やば、やりすぎちゃった。あー、じゃあこれは僕がめっちゃ得意なレインボードライ。いいってお礼なんて大したことないよ。あなたがレインボーダッシュでしょ。そうだよ、その通り。噂で聞いたとか？ええ、いつも空をきれいにしてくれるって。トワイライトスパークルよ。お天気のチェックに来たの。空の掃除なんてちょろいよ。あっという間だし、練習の後でやってあげる。練習って何の？ワンダーボルトに入るための。明日のお祭りでショーがあるから、その時入団テストを受けるんだ。ワンダーボルト？そう、あの有名なアクロバットチームの？その通り。嘘でしょ。たったの一日も青空にしておけないのに入れるわけないわ。言っとくけど、10秒ぴったりで青空にできるよ。やってみせて。くるくる回って、いったっしょ。ぴったり10秒。どうよ、あっという間に綺麗になった。その顔鏡で見てみなよ。あんたっておかしい。また遊ぼうね。あの子すごいやん。まあまあ、今に可愛く見えてくるからさ。飾りはっと、すっごく綺麗。そうね、確かにいい感じ。さっさと済ませて図書館に行きましょう。でもほんと綺麗。飾りじゃなくてあの子だよ。違う違う違う、ありえない。トゲトゲ、ピント立ってる？こんにちは。ちょっと待って、今とても大事なところなの。あ、これだわ。キラキラがもうぴったり。ナリティってばほんと天才。それでご用は何？ああ、なんて素晴らしいんでしょ。その部屋どうやったの？このたてがみのこと？話せば長いの。飾りのチェックをしたら私は失礼するわ。帰ってしまうの？素敵な部屋なのに。待って、どこ連れてくの？助けて！ダメダメ。ああ、緑虫、マッキッキ、フリフリ、地味ね、ゴテゴテ、なんかつまんない。話の続きだけど、あなたどこから来たって言っていたかしら？私はキャンタロットからこの町にやって来たの。ああ、キャンタロット、うらやましい。あのおしゃれな町、あそこに住むのが私の夢だったの。キャンタロットの話をぜひぜひ聞かせてくれない？ねえ、私たち親友になれないかしら？エメラルド、私としたことがルビーと取り替えましょう。行くわよ、体中を染められちゃう前にね。はぁ、素敵な子だったよね。それより仕事、次は何？音楽、これで最後。お、やめてみんな。ちょっといいかしら。悪いんだけど、リズムが少しだけずれてるの。じゃあ続きからやりましょう。アワン、アツー、アワン、ツー、スリー。こんにちは。あら、ごめんなさい、脅かしちゃった。音楽のチェックに来たんだけど、とっても上手ね。トワイライトスパークルよ。
あなたは？わ、私フラッターシャイ。もう一度いいかな。わ、私フラッターシャイ。なんですって、聞こえなかった。まあ、鳥さんたちも戻ってきたし、準備はバッチリってことで、いいか。頑張ってね。それじゃあ、と。終わったわ。ベビードラゴン！ベビードラゴン初めて見た。もうすっごく可愛い。いや、照れるな。喋った。ドラゴンが喋るなんて。とっても素敵なことね。もう、この感動を誰に伝えたらいいの？じゃあ、もう失礼するわね。ねえ、待って。あなたの名前は？僕、スパイク。はい、スパイク。フラッターシャイよ。ドラゴンが喋ってる。あなたをもっと知りたい。何が知りたいの？それはもちろん、全部よ。ぶぅ。はじめ僕は、紫と緑の小さな卵だった。これが生まれてから昨日までの話。じゃあ今度は今日の話しようか。してして、お願い。うわ、悪いんだけど、もう着いちゃったのよね。ここが私たちのお家。ベビードラゴンはもうお眠だから。眠くないよ。あら大変、寝ぼけて落っこちちゃうなんて。よしよし、ベッドに連れてってあげる。いいの、私がやる。レスミー。ふん、嫌な感じ。ごめんなさい。ナイトメアムーンが復活することをプリンセスに証明したいの。それには仲良く従うポニーたちに邪魔されずに勉強しないといけない。なんで暗いの？うわー！サプライズ！サプライズ！はい、私ピンキーパイ。みんなでパーティーしようと思って。びっくりした？びっくり。図書館では静かにしてよね。おかしい。パーティーが静かでどうすんの？ダメダメ、ありえない。街に来た時あったよね、こんにちはって言われて。覚えてる？私が知らない子は新しい子って決まってる。私ポニービルにいるポニーはみんな知り合いだもん。新しい子ならまだ誰にも会ってないんだから友達もいないはずでしょ。だったらとっても寂しいじゃない。それって悲しくてたまんないし。そんでもって考えてたら、めっちゃ賑やかなパーティーを開いて街中のポニーを呼ぼうってひらめいちゃったわけ。おかげでこんなにたくさん友達ができたでしょ。どうかしたの？大丈夫？ああ、感激して泣いちゃったんだ。激辛ソース、うわ。はっ、なに？おいしいよ。ねえ、これから尻尾つけゲームするって。やろうよ。やらない。この町のポニーはおかしいんじゃないの？何時だと思ってんの？明日は夏至のお祭りだよ。プリンセスの日の出を見るんだ。寝てなんかいられないよ。ねえ、遊ぼうよ。トワイライト、パーティーなんだぜ。寝てなんかいられないよ、パーティーなんだぜ。ったく、ここならエレメントのことを調べられると思ったのに。なあ、もうやだ。パーティーのせいで勉強どころじゃなくなったわ。ねえ、ワクワクじゃない？私はワクワクってより超ワクワク。あなたと初めて会った時もワクワクしたよ。ってなったけど、今日はもっとね。お集まりのポニーの皆さん、ポニービルの町長としてまず宣言します。これより待ちに待った夏至のお祭りの始まりです。まもなく私たちは日の出の魔法を目にするでしょう。そして一年で一番昼間の長い日を祝うのです。それではご紹介しましょう。この国の女王であり、毎日変わらず太陽と月を昇らせてくださる立派で賢いお方、エクエストリアを平和に収めてくださるお方、プリンセスセレスティア。え？ああ、大変。
としき者たちよ、久しぶりだな。太陽が拝みたくてたまらぬと見える。プリンセスに何をしたんだ。どもどー私が女王では嫌なのか。では私は誰だ。オッケー、当てるね。あー、ホーキスモックス、それかクイーンミニー、違う、ブラックスヌーティー。千年もの間封じ込められていた私には女王の資格がないとでも。伝説を知っているか。予兆を見たのか。見たわ。あなたのことも知ってる。月のポニー、ナイトメアムーン。これはこれは、よく私を知っていたな。では私の目的はどうだ。それは、それは、今日でおしまいだよ。覚えておくがいい。この瞬間から夜が永遠に続くのだ。